こんにちは。新州読書会の宮沢です。えー、今日は、間の山の解説を取っていきたいと思います。えー、今日2023年の4月19日です。えー、今週の金曜日ですね、4月21日に、間の山岩波文庫版の下巻の第6章ですね、読書会でやります。えー、第6章は、 セテンブリーニ、人文主義者セテンブリーニとイエ,スイエズス会のカトリックでラテン語教師のナフタ、ナフタって男が出てくるんですけども、この二人の、えー、討論が延々書かれてまして、えー、ここがわからないと、まあ、ちょっと面白くないっていうか、 まあ、魔の山で読み応えがあるのは、この二人の討論と、あとペペルコルンですね。第七章ぐらいから出てくるペーペルコルンっていう資本家のキャラクター。ナフタとペーペルコルンがね、あの、読みどころなんで、えー、それを解説したいと思います。まあ、当時のドイツ、ヨーロッパ、ドイツを中心としたヨーロッパの、えー、政治状況っていうか、 国際状況。ま、あ第一次世界大戦の前ってことで書かれてますんで、えー、その辺のことが、えー、第六章で、セテンブリニューとナフタから、ナフタの討論で出てくるんで、まあ、読み上げて紹介したいと思います。他にもまあちょっと詳しく解説したいとこあるんですけど、いかんせん、特徴会まであと3日しかないんで、私も今日ようやく <laughs> 340ページね、えー、頑張って読み終えて、昨日今日だけで、 えー、200ページ以上頑張って読みました。もう久々に集中して、まあ、読み直しとはいえ、久々に集中して読んだらやっぱりね、くたびれました。で、さらにちょっと、あの、第一次世界大戦前後のその、えー、ドイツとか、ヨーロッパの状況ですね、ちょっと、おさらいしたら、もうくたびれちゃって。まあ、ちょっとね、あの、完璧を期して調べて、資料を作って、 お話しすることはできないんで、まあ大体本文読み上げながら説明するんで、この二人が何を喋ってるかですね。えー、それだけまあ、あのー、聞いていただければと思います。66ページですね。66ページ。パヌヤマ下カンの66ページの、えー、これ10行目からですね。ここから読み上げていきますね。えー、僕たちもさっき戦争の話をしていたのです。いとこと僕も。 さっきお二人の後ろを歩いていたときに。これあの、ナフタってのはルカセクっていう仕立て人の家に下宿してるんですけども、セテンブリーにもサナトリウムを出てですね、えー、そこのルカセクの家の屋根裏に住んでます。えー、同じ下宿にいる同,、まあ、同居してるわけじゃないです。部屋は違うんでね。同じ家に下宿してるんですよ、このダボスの。えー、で、あのー、たまたま、 セテンブリーニがナフタツを連れて、毎日二人で討論しながら散歩してて、そこにヨーアヒムと、えー、ハンス・カストロプが出、まあ、くわしてで、ナフタを紹介されたんですよ。でナフタっていうのは、まあ、独自の思想を持ってる頭のいい人間で、えー、で、彼に、まあ、ハンス、あの、セテンブリーニはハンス・カストロプの教育者を持って認じてる男ですんで、 ナフタに影響されないように、まあ、ナフタを紹介したくなかったんですけども、ハウスはナフタに興味を持ったんで、近づきになったんですよ。で、この二人の大人の中年男 <laughs> 中年男だから、30代。んい,いくつぐらいなんだろう、この人たち。40代の二人。ナフタはまだ若いのか、30ぐらいですかね。えー、この二人のね、討論を聞くってことなんですよ。えー、で、 えー、僕たちもさっき偶然戦争の話をしていたのです。いとこと僕もさっきお二人の後ろを歩いてた時に聞きましたよとナフタが答えた。私はその言葉を耳にして後ろへ振り返ったのでした。政治を論じていたんですか世界情勢を論じておられたんですかいいえとんでもないとハンスカストロプは笑った。そんなこと論じるものですかいとこは職業柄政治を論じるのは穏やかではないとも言えるでしょうし、私は 自分から政治論は危険です。何も分かりませんから。この上へ来てから、まだ一度も新聞を手にしたことはないんです。ヨアヒムは軍人になろうと思う。この後、あの、治ってないのに軍隊に行ってね、えー、結局体壊してまた帰ってくるんですけども、サナトリームに。えー、軍人死亡者なんで、まあ、職業柄政治を論じるのは穏やかでないということですね。で、ハンスは、まあ、あんまり物を知らないんですけど、 人の議論に口を挟むっていう感じの直感だけでもの言う浅はかな直感だけであの二人の討論に割って入ってセテンブリーニをイライラさせるんですけども、えー、そういう感じですで、次ですセテンブリーニはいつかも一度そうだったが今度もそれを感心できないことだと批評した彼は早速世界情勢を知り尽くしていることを示し始め 世界情勢が文明にとって都合よく進展している場合には、それを好意を持って批評した。彼に言わせるとヨーロッパの天地は平和思想と軍縮案とに満ち満ちていた。民主思想の勢力を締めつつあった。セデンブリには若,く若きトルコ運動が民主的革命運動の準備を完了しようとしているという信頼できる情報を持っているそうだった。 トルコが民族自立の国家と立憲国に変わるとは何という人間性の輝かしい勝利であろうということです。こうトルコの近代化ってのが起こったんですね。トルコっていうのはまあオスマン帝国ですね。オットマン帝国とも言いますけど、オットマンって足乗せるオットマンってあるんじゃないですか。あれオスマン帝国から来てんですよ。だからオットマンって言うんですけどね。オットピンっていう勢力剤 <laughs> オットピンって勢力剤がありますけども。 それとは関係ないですね。えー、で、オットマンですね。オスマン帝国の近代化ってのを起こって、まあ、アジアで最初に <laughs> 憲法を作ったのが、まあ、トルコだそうなんですよ。その後がね、あの、1876年か。えー、で、その後1879年大日本帝国憲法発布ですね。で、トルコってもう近代化、 あの、青年トルコ革命っていうね、あの近代化運動が起こったんですね。えー、で青年トルコ革命って今言わないらしいんですけども、えー、19世紀、まあ Wikipedia に書いてありますけども、まあ、青年トルコ運動っていうのは、19世紀末から20世紀初頭のオスマン帝国において、 アベドゥルハミット2世の先制政治を打倒し、オスマン帝国憲法、ミドハト憲法に基づく、県政の復活を目指した、で運動した活動家たちの郵送書だと。さ、憲法を作ったんですよ。すぐ停止したんですよ。これ確かね。1976年に、えー、発布されたのが、えー、オスマン帝国憲法。 です。でも、すぐ2年後に憲法停止になって、1908年まで、1908年まで30年間、先々政治になっちゃったと。まあ、中国の新王朝もそうですけど、養文土運動ってありますよね。あの、近代化しないと、列強に勝てないってことで、まあ、日本では、あの、明治維新が起こりましたけども、まあ、薩長の下級士族によると、まあ、なんだ、公家、若手公家による、 革命、革命っていうか、まあ、クーデッタが起こって、ええー、まあ、王政復興が起こったわけですね。で、えー、新王朝はそのアヘン戦争、アロー戦争、あと、ヨーブ運動っていうのが起こって、まあ、ああの、西洋近代を学ぼうって,いう若て、若い人たちが西洋近代を学んでね、自国を近代化しよう運動が起こったんですよ。で、オスマン帝国では、えー、青年トルコ人って人たちが、青年トルコ革命って言って、まあ、近代化を学ぶ人たちが、 1908年に、1908年か、青年トルコ人革命っていうので、アビトル・ハミト・ニセっていうその、えー、皇帝を、の先制政治を打倒したと。で、これを、これが、あのー、青年トルコ運動っていうそうです。で、これドイツがすごい深く関わってるんですよ。ドイツ人がね、この青年トルコ人革命、 すごい支援してたんですよね。ドイツも、まあフランスも支援してたのが。あの、いっぱいお金出してたんですよ。まあ、あの、トルコが重要だったんですよ。その、まあ中東にアクセスするのにも重要だし、えー、あとその、まあここ、詳しくここから書かれていきますけどね。えー、ということですよ。で、その前までその、第一次世界大戦の前は平和思想と軍縮っていうのを行ってたんですけど、まあ戦争になっちゃったってことですね。 で、えー、セテンブリニアは赤きトルコ運動が民主的革命運動の準備を完了しようとしている信頼できる情報を持っているそうだった。トルコが民族自立の国家と立憲国に変わるとは何という人間性の輝かしい勝利だろう。セテンブリニアって言ったら進歩主義者なんで、世界が、世界が全部共和制になると。世界統一政府で共和制になればいいっていう、そういう進歩的人文主義者なんですね。 それが理想だっていう人ですよ。えー、で、これに対してナフタはそんなこと起こるわけねえだろっていうか、そんな風になったら、あ、そ、そ、まあ、その、セテンブリニのなんか世界共和国みたいなね、なんか体に個人がいそうですけど、セテン、<laughs> セテンブリニがいそうなこと。<laughs> 世界共和国 <laughs>。えー、これやっぱり批判するんですよ、ナフタがね。で、えー、マホメット教の自由主義家とナフタはあざけった傑作です。啓蒙された教師、素晴らしいです。それにあなたも、 あ、これはあなたもぼんやりしておられませんよと、ヨーアヒムに向かって言った。アプトゥルハミットが没落するとトルコにおけるあなたのお国の勢力はおしまいになり、イギリスがトルコの保護者になり上がるでしょう。あなた方はセテンブリ西の情報と連絡等を大いに重要視しなくてはなりません。と、ナフタはいとこに行ったが、 これも人を食った中原であって、彼は、いとこがセテンブリーニ氏の言うことを重要視しそうにないことを考えているらしかった。民主的革命運動に関してセテンブリーニ氏は精通しているのです。死の国は、イギリスのバルカン問題委員会と緊密に連絡している人々がいるのです。しかし、ロドビゴさん、あなたの進歩的なトルゴ人が成功したら、としたら、 レーバル協定はどうなりますかエドワード7世はロシアに対してダーダネルス海峡の自由通行権を、えー、承認できなくなりましょう。そしてオーストリアがそれにもかかわらず積極的なバルカン政策に邁進したら、そうしたら、またいつもの世界滅亡の予言ですかとセテ天ブりには遮った。ということです。この頃バルカン問題ってあったんですね。バルカン半島ってオスマン帝国の あの、支配下にあったんですけども、だんだんオスマン帝国が調子が悪くなってきたんですよ。で、それによって、えー、あれですね、オーストリア、オーストリアの影響力がバルカン半島で強くなってきて、まあ、オーストリアとドイツがそのなんか三国同盟っていうのを組んでたんですね。オーストリアとドイツと、えー、あとどこだっけ。 三国同盟オーストリアとドイツとえー、三国同盟と三国協商が戦ったのが第一次大戦ですねえー、三国協商ってあ,あのフランスイギリスえー、フランスイギリスロシアです三国同盟は ドイツ、オーストリア、イタリアか。ドイツ、オーストリア、イタリアで結ばれた同盟ですね。まあこれ <laughs>、社会で習いますね。中学生でも習う、習いとですね、これね。で、バルカン半島は、まあなんで第一次世界大戦が起こったかっていうと、 まず、オーストリア、ハンガリー帝国ってあったんですよ。まあ、オーストリアって国はね、もう弱ってたんですよ。オーストリアって国はまあ、もともと大きな帝国だったんですけども、まあ、今、神聖ローマ帝国の末裔みたいな人たちですよね。えー、今も NATO に入ってないんですよね。オーストリアってね。で、オーストリアっていうのは、ハプスブルク家っていうのが、あの、支配してたんですけども、だんだん、あの、周りの国は革命が起こったりして近代化していく中で、 まあ、様々な民族がいいんですよ。様々な民族をまとめてたんですね。で、えー、ハンガリーと一緒に、オーストリアハンガリー帝国って言って、ハンガリー王国と一緒に、まあ、ハンガリーを抱き込んだわけですよ。自分たちのオーストリアだけじゃもう力がないんで、ハンガリーと同じ連合帝国みたいになって、でセルビアですねで。セルビアに対してこう、圧力をかけてたんですよ。 で、なんでセルビアに圧力かけてるのバルカンハントはもともとオスマン帝国の支配地域だったんですけども、まあオスマン帝国がだんだん弱体化してきて、えー、そこは権力の空白が起こったんですよ。で、まあ民族がいろいろいるんで、まあ、旧ユーゴスラビアのとこですね。あの、まあ冷戦終わった後も民族紛争が起こって、あの、ユーゴスラビアが亡くなっちゃいましたけども、えー、この、なんか、サライボで、その、皇太子が撃たれたフィル、 フ,ィルフランツフィルディ・ランドだっけえー、なんか殺されちゃったんですね。えー、フランツフィルディ・ランドじゃなかったっけだんだんちょっと <laughs> 調べながらしゃべんないと <laughs>。えーハプスブルー家の皇太子がね撃たれて殺されちゃったんですよ。あの皇太子夫妻、ゾフィーっていう夫人と、えー、皇太子が ということが起こったんですね。えー、あ、フィル、フランツ・フィル・ニーランド。太鼓夫妻ですね。えー、フランツ・フィル・ニランドってバンドありますよね。あの元ネタの人ですよね。えー、ということです。で、この問題話してるんですよ。ね、イギリスのバルカン問題委員会と緊密に連絡してる人がいると。で、バルカン半島の、えー、ここは、まあ、歴史的にロシアもね、あの、 ロシア正教とかの影響で、なんか、絡んでるとこなんですね、これね。えー、ということで、まあ、バルカン戦争って2回あったんです第1次バルカン戦争、第2次バルカン戦争って。まあ、それが2回行われて、なんか、オスマン帝国の支配量がどんどんなくなってきて、で、オーストリアがそこに入ってきたんですよ。えー、で、ここは揉めてた、ずっと揉めてて、まあ、イギリスも、フランスも関わってるとこなんですよね。 で、それにその三国同盟と三国協商っていう、それぞれの同盟がかかって、ね、対立点があったんですよ。ということになります。で、なまあ、それがドイツとどういう関係なんだドイツっていうのはオスマントルコをね、の青年民主化をすごい応援してたってことですよ。えー、ということです。で、まあ、それだけ <laughs> 理解していただければ、あとは皆さんウィキペディアで読んでもらえばと思いますけど で、続きです。67ページのスロかガー3行目。またいずも世界滅亡の予言ですかと世ンぶりには遮った。ニコライは平和を愛しています。最高級の道徳的産物であるハーグの平和会議は、ニコライの努力で実現したのでした。ニコライ、皇帝ニコライってのはロシアの、あの、母帝ですね。ロシアはこの頃はね、内側に革命問題をね、社会主義的革命勢力がいて、まあ、ボルシェビキですけども、 まあ一応議会制でやってたんですけども、まあ、内側に内乱の可能性、革命の可能性がありながら、あーまあ、世界平和をね、求めて、なんかハーグ平和会議とかニコライがやろうとしたってことですね。で、続きです、えー。いや、ロシアは東洋で少しミスをつけたので、しばらくまだ休養を必要としたからです。えー、日露戦争でロシアがね、日本に負けますよね。えー、これはミスをつけたって話なんでね、これね。 え、で、なんということはあなた。あなたは理想社会を建設しようとする人類の同型を上昇すべきでないでしょう。人類のその努力を阻害する民族は道徳的腐敗を経験せずにはいないでしょう。これはセテンブリーのこの言葉ですね。政治は道徳的に腐敗する機会を与え合う他にはどういう存在理由を持っているのでしょう。えー、で、セテンブリにあなたは反ゲルマン主義の賛美者なんですね。ナフタは肩下がりの 肩をすくめたただけであった、えー、彼は衆悪だった上にから体がいくぶんいびつであるらしかった。彼は答えようともしなかった。まあ、ナフタってなんかね、身長もあんまりないんですよ。なんかまあ、あんまり見たげ目がね、ちょっとね、怖いんじ、ね、怖いっていうかなんていうか、異形の人なんですよで。反ゲルマン主義っていうのは、これは中に書いてありますけれども、えー、ドイツ民族を全て内部的に統一しようとようする主義である。 1795年から1815年までの20年間、ドイツは統一国家をフランスの前に敗退し、この軽減からドイツ民族を統合するという努力が始まり、国民にドイツ民族の過去の伝説的な好期、ドイツ民族の優秀性の過信、行動と傍聴と地図上の衝動を植え付けるとともに、国民と政府との間に、えー壁 核兵器が高められ、特権階級は特,特権を固定し、これを守るための官僚機構と軍隊が強化され、国家の目的が道,理道徳の基準になるという国家至上主義、プロシア主義へ邁進したということですね。フランスで大革命が起こった後、ナポレオンが出てきて、まあ、フランスって帝国になっていくわけですね。えー、どん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 自分での国にあった民主的ブルジョア革命を、まあ、他の国はマレは王国ばっかですから、 封建主義の国ですよね。で、フランスが最初に自分で閣議を起こした封建主義をは,はか、あの、壊したわけですね。で、立憲君主制になって、その後、共和制共和制になって、で、また、その、ナポレオンが出てきて、停戦になるんですけども。で、この間に、まあ、ドイツっていうのは、あの、民衆の力をほら、あの、政治に、まあ、閣兵を押さえつけてたわけですよ。 で、プロシア主義っていうことで、まあ上からの改革ですよね。えー、官僚機械機構と軍隊を作って、特権階級は特権を固定して、その、それによって近代化を進めるっていう反ゲルマン主義っていうのを、えー、そういう思想が出た。まあもう一つは、パン、スラブ主義ってあるんですよ。ロシアのパンスラブ主義っていうのね。えー、で、このパン、ゲルマン主義ってのがありまして、 えー、これは日本に影響を与えてるわけですよ。あの、日本の国粹主義ってなんかまあ、パン、パンゲルマン主義みたいなもんですよね。上からの改革ですよね。大日本帝国憲法だって別に革命で生まれたわけじゃないんで、まあ、明治維新って王政復興から、その後ほら、上から憲法、本当はね、憲法ってさ、フランスで言えば憲法っていうのは、下から作るわけですよ。国民議会っていうのも人が集まって、俺たちが議会だと。で、王権ですね。国王政府を縛るために憲法を作ってるんですけども、 日本の場合はほら別に国王政府っていうか、あの、明治政府を縛り付けるために民衆、自由民権運動ってありましたけど、まあ自由民権運動って下から憲法を作ろう運動だったんですけども、まあ上から、まあプロシアのやり方を真似てね、上から官僚機構と軍隊を整備して、上からあの、憲法を発布するって形で、その、民衆のその、 セテンブリニが好きなんですね、革命運動みたいな、共和主義革命みたいなものを押さえつけてたんですね。ということです。で、このバン、ゲルマン主義の賛美者なんですねって、ナフタに向かって、えー、セテンブリニが言うわけですよ。で、ナフタ、答えんですね。とにかく、あなたのおっしゃることは悪意的ですよ。デモクラシーが全世界を民主化そうしようとする高妙な努力をあなたは政治的な企みとのみ考えようとするのです。 あ,あの、ナフタってデモクラシーに反対してるんですね。あの、民衆なんてね、あれですよ、強制と服従によって統治した方がいいっていう考え。全体主義者なんですね。まあ、これがどんどん明らかになっていくんですけれども。まあ、<laughs> あの、ナフタの言ってる思想のヤバさがね、だんだんね、あの、話してるうちにどんどん溢れ出していくんですよ。えー、で、まあ、それはいいとして、えー、まあ、世田ブレイはそれに反論するわけですね。 で、セテンブリのことは、それを理想主義、もしくは、経験な努力とでも考えようと言われるらしいですね。それは、だから、誰からも振り向かれなくなった世界観が、自己保存の本能の残物をもって、最後の弱々しいあがきをやってるだけのことです。滅亡は訪れなくてはならないし、訪れずにはいられません。あらゆる道から、あらゆる形で訪れるましょう。 イギリスの政策を考えてご覧なさ,覧なさい。インドという捕虜を確保しようとするイギリスの欲求は正当な欲求です。しかしその結果は、エドワードはペテル,スペテルブルグの為政者たちが満州での失敗を誤魔化し、人身を革命から他に展示させる必要がパンと同じぐらいあることを、あなたや私と同様に知っているのですよ。彼はそれを知りながら、ロシアの傍聴欲をヨーロッパに向けさせようとしているのです。 多分、向けさせるほかはないのです。ペテルスブルグとウィンの間の休眠中の学室を目覚めようとするのです。ということです。えー、まあ、ここは話がちょっとすり替わってんですけども、まあ、世界中が革命が起こってね、デモクラシーになる、デモクラシーの共和制になればいいっていうのは、まあ、セテンブリーニュのやってる活動、そのためになんかフリーメイソンに入ってるんですよ、この人。フリーメイソンという。 秘密結社に。であ、そのことは後でナフタがばらすんですけど、ハン,ハンスカストロープンね。で、えー、滅亡を訪れる。まあ、帝国はみんな滅亡すべきだと。で、共和制になるべきだと。デモクラシーで。帝国っていうのはほら、封建主義。皇帝がいて、であれじゃないですか。封建主義の名残みたいなものはなくならなきゃいけないっていうのが、まあ、世天ぶりの考え方ですよ。えー、で、 ペテルブルグの異牲者たちが満州での失敗を逃すっていうのは、まあ日露戦争で負けたわけですよね。で、あの、ロシアって第一次世界大戦やりたかったんですよ。なぜかというと、地獄で革命が起こりそうだったんですけども、世界大戦が起こるとね、民族的に一致するからですね、その、あの、社会主義が台頭してくるわけですよ、第一次世界大戦の前に。社会主義者たちは戦争反対だったんですよ。 で三国同盟と三国協商が第一次世界大戦を始めたときに、各国の社会主義者たちは、戦争に、議会で戦争に反対して、あの、プルジュアの支配を打ち破ろうって、まあ、インターナショナルですね。第二次インターナショナルってあったんですけども、あの、社会主義者結束してね、この世界大戦を利用して、その平和主義を唱えて戦争を止めようって考えてたんですけど、全部失敗したんですよ。 でな,なぜかというと、民族主義の方がナショナリズムよりね、ナショナリズムの方がソーシャリズムより強かったからですよ。で、ニコライもそう、そうだってことですよ。な、なぜかというとね、革命を抑えるためには対外戦争した方がいいわけですよ。対外戦争する間だって国民は敵が外にいるって話にな,なりますよね、えー。自国内でね、の、その、支配階級を打破するっていう、 民衆の力を戦争によって外にずらすことができるわけですかでこ、このこと言ってるんですね。ペテルブルクの為政者たちが満州での失敗をごまかし、人心を革命から他へ転じさせる必要がパンと同じぐらいあることを、あなたや私同様に知ってるんですよ、と。で、ロシアの傍聴欲っていうのを、まあ、ロシア民衆内政問題、内政革命に意識を向けるんじゃなくて、まあ、外に向けるために、 ま、その、なんだ、オーストリアのサラエボで起こった暗殺事件ですね。を利用して、その、ま、オーストリアがほら、セルビアに圧力かけてね。それは、セルビアの圧力を、今度、あれですよ。ま、ドイツとオーストリアのかけた圧力を、え今度、ほら、三国協商側ですね。イギリス、フランス、ロシアはそれに対抗してたんで、えロシアとウィーンは仲が悪かったわけですよ。 で、ロシアはロシアで戦争した方が、あの、革命が抑えられると思ったんですけども、まあ、盲点だったらね、トルコが第一次大戦に参戦してきたんですね。トルコってどっちつかずかだったんですけども、ドイツ、青年トルコ革命が、ほらドイ、ドイツ人の支援によって行われていくわけですよ、どんどんね。で、最終的にはドイツ人の軍人がね、トルコ軍を、あの、 指揮するって話になって、あの、三国協商側に入って、あ、三国同盟側に入って戦争に参加するんですよ。それってことは、イギリスやロシアの敵になっていくるんですね、青年、まあ、トルコはですよ。まあ、オスマン、トルコは。ということなんですよ。まあ、そのことを言ってるんですね、これね。 で、続きです。あ,あウィーン。あなたが世界の進歩を妨げるウィーンのことを心に使われているのは、ウィーンを主犯とする品種の帝国、オーストリアに神聖ローマ帝国の残骸を認められるからでしょう。多分。そしてあなたはロシア引きと見えますね。正教合一主義に対する人文主義的な親近から、から,からでしょう。多分。ということです。えー、これは <laughs>、えー、え なんであなたがウィンが、のことを考えてんのかと。えー、これはセテンブリニが言ったのか。えー、まあ、ナフタがウィーンに味方すんなオーストリアが、あれです神聖ローマ帝国の残骸、まあ、カトリックの、神聖ローマ帝国ですね。あの、なんだ、カ <laughs> トリックの教皇がほら、皇帝を、そ 皇帝の上にいるわけじゃないですか。神聖ローマ帝国だと。えー、イエズス会のナフタからすれば神聖ローマ帝国が好きだろっていう子が当てつけ言ったんですよ、これ。で、その、あの晴天ぶりに対してあんたはロシア美ーギーだと。で、正教合一主義っていうのは、これ、中学書いてありますけども、えー、 独会の国王が宗教界の投首で、まあ、ある国家と教会の形態。例えば、ロシア帝国がギリシア、ロシア、まあ、ロシア正教ですね。ロシア正教の投首であったこと。まあ、今もそうですよね。まあ、パンスラブ主義っていうか、まあ、プーチンって、ロシア正教とズブズブの関係ですよね、今ね。ロシア正教、あの、NHK の番組で見ましたけど、10年前ぐらいにやってた NHK のね、あの、ロシアって社会保障がほとんどないんで、 まあ、ロシアがそのなんだ、まあソ連が崩壊したと社会保障とかなくなっちゃったんですよ。みんなね、それを教会に押し付けたんですね。<laughs> 教会のテレフォンセンターにね、生活苦にあえぐ人が電話するみたいなシステムになってんですよ。まあ、まあ、今は違うかもしれないですけど、もうちょっと社会保障ができたんでしょうけども。えー、20年前ぐらいね、あの、ロシア正教が、まあ、プーチーはその宗教の力を利用したわけですよ。ロシア正教を社会保障の一部として。 宗教勢力に肩代わりさせるってことをやって、その代わり、そのロシア政権に、まあ、政治、政治的参加っていうか、その、まあ、なんだろう <laughs>。今、まあ、あのウクライナに侵攻してますけども、まあ、ロシア政権の力は大きいですよね。あの国民を精神的に動員するみたいな、ロシア政権はほら、プーチンのやってる政策に非,非難なんかしないですから、まあ、ズブズブな関係ですよ。まあ、それで、プーチンも、 ロシア正教のイベントには必ず出て協力してるわけですよ。これは正教合一主義ですよ。まあ正教分離じゃないってことですよね。ロシア正教がもうしっかり、えっ、ー、と、政治,ー政治権力に食い込んでるわけですよ。で、それはまあ今に始まったことではなく、昔から、まあトルストイとかドステスキの作品見りゃわかんじゃないですか。もう宗教の話、ロシア正教の話ばっか書いてありますよね。日本人からするとちょっとピンとこないんですけども。 えー、そういうことになってるんですね。で、えー、政教合一主義に対する人文主義的な信愛感からでしょうっていうんですね。まあ人文主義は政教合一が好きなわけないんだけど、なんか俺は嫌味で言ってるんでしょうね。で、続きです。これはセテンブリの言葉ですね。えー、あなた、デモクラシーやウィンの宮廷よりもクレムリンへ多くの期待が持てるんですよ。そして、これはルターとグーテンベルクと生んだ国の恥です。 えー、そして愚かでもありましょう。あ、ルターとグーテンベルクを生んだ国っていうのは、まあ、ルターって宗教改革した人ですね、プロテスタントはで、グーテンベルクは印刷技術を作った人ですね。えー、宗教改革とか、あのー、印刷技術を作ったオーストリアが、全然デモクラシーが進まないっていうね、 法権主義の名残でやってることは恥ずべきことだって言ってるんですね、これね。えー、そして愚かでもありましょう。しかし、その愚かさも宿命です。ああ、宿命など持ち出さないでください。これ、センブリーの言葉ですね。人間の理性は宿命よりも強くあろうと欲しさすればいいのです。そしたら強くなれるのです。求められてるのは常に運命だけですよ。資本主義的ヨーロッパも自らの運命を求めています。戦争を十分に嫌悪しない人間のみが戦争になるのを信じているのです。あなたの戦争嫌悪は論理 的に矛盾ですはじめに国家そのものまでを悪をしない限り民族国家は地上の世界の原理ですあなたはそれを悪魔のもののように言われますがしかし各国国民を自由にし平等にし着氷国民を圧迫から守り正義を樹立し民族間の境界線を確立しましたら、えー、ブレンネルの境界線ですねわかってますよオーストリアの破産私が知りたいのは あなたがそれを戦争なしでどのように実現させるかということです。私が知りたいのは、いつ私が民族戦争まで否定したかです。私にも耳があります。ということです。あの、平和主義者だったくせに民族戦争はね、認めるってことを俺、これ、世田ブリニは暴露してるわけですね。まあ、世田ブリニからすればウィーンというのはもうほら、オーストリア、ハンガリー帝国なんて、王権主義の名残は解体されるべきだって考えてるんですよ。 で、まあ、ロシアの方はまだ幾分増しだと。革命が起こりそうだから。で、えぇ、ー、その世天ぶりの考える新法主義、全部デモクラシーの共和制になればいいって考え方からすると、まあ、オーストリアって解体された方がいいってで、って、民族が、自分たちの民族が国家を作って、えー、自由と平等を国民が手にした方がいいっていうことを言うんですよ。 ええー、ということを言ってます。で、えー、ここでハンスカストルプが口を挟むんですね。えー、いいえ、それは僕からもセテンブリニーさんのために証言すべきでしょうと、ハンスカストルプは論争に口を出した。彼は歩きながら頭をかしげて、その時その時の発言者を注意深く横から見守りながら傾聴していたのであった。 いとこと僕はこれまでもたびたびセテンブリーニさんとそういう問題やそれに似た問題について話を喜びを与えていただきたい、いただいたんです。つまりセテンブリーニさんがご意見を展開なさって全てをはっきりと断定なさるのを僕たちは拝聴してるだけの結果になったことはもちろんですが、それで僕も証言できますし、いとこも覚えていると思いますが、セテンブリーニさんは進歩と反抗と世界改革の原理についてとても感激なさっていくともお話になったのです。 その原理はあまり平和的な原理とは自身言えないように僕には思えるんですが、その原理が世界のどこでも勝利を収め、全世界に幸福な世界共和制が敷かれるまでには、まだ多くの努力が必要であるということでした。セテンブリニさんのお話はもちろんもっと造形的で著述家らしいお話だったことは言うまでもないんですが、とにかくそういう意味のお話だったんです。しかし僕は札付きの文化人として本当に少しびっくりしたので、 今でもよく覚えていて、言葉までもよく覚えているんですが、セテンブリニさんその勝利の日が鳩の足で訪れなかったら、わしの翼を持って訪れるだろうとおっしゃったのです。僕はそのわしの翼というのにびっくりしたのでした。まだ覚えていますが。そしてそのめでたい日を迎えるためにウィンの頭上へ鉄追を下さなくてはならないというのでした。ですから、セテンブリニさんが一概に戦争そのものを拒否なさったとは言えないんです。僕の言う通りでしょう、セテンブリニさん。 大体とイギリス人は顔を背け、ステッキを振りながら言葉少なに答えた。えー、感心しませんねと、ナフタは醜く微笑していった。あなたのお弟子さんに好戦的傾向を摘発されましたね。何十もわしの翼を持てきたれり。えー、ということです。まあ、自分が教育者を持って認じてるハンス・カストルプが、ゼテンブリーさん武力を否定しないと、戦争を否定しなかったと。 えーせ、あの、デモクラシーが平和の中で訪れなかったら、わしの翼、ね、武力で持って怒ってもしょうがないだろうと。そのために、オーストリア、ハンガリー帝国の頭上に、鉄拳を下さないことも、下すこともあるだろうってことを前に言ったのを聞いたって言ったんで、それをチクったんですよ、ナフタにね。えー、で、ナフタがあなたはお弟子さんに、好戦的へこう、摘されましたねって言って、われだと。 で、ボルテールも文明戦争は肯定してフリードリッヒ2世にトルコに対して宣戦布告を進言しましたよ。ボルテールってはフリードリッヒ2世のとこになんか食客っていうかね、客人としていたんですね。啓蒙主義。啓蒙主義が好きなんですよ。エンライトメントって言うんですか、ルミエルっていうのが。そのボルテールとか、ディドロとかね。あの、フランスの啓蒙主義者ですね。あの、フランスの啓蒙主義を学ぶために、この、 プロ,イスプロシアのフリード引き二世という人がね、あの、ボルテールを呼んだんですよ。まあ、あの、ロシアでもエカチェリーナ二世がディドロを、あのー、呼んで、まあ、最新のフランスの、オフランスのね、啓蒙主義を、ま、あんだんですね各国ね。あの、先制君主が。えー、で、ボルテールも文明戦争は肯定してたっていうんですね。だ私も同じ啓蒙主義者の、まあ、あの、ボルテールを尊敬してますから、セテンブリンって。 でしててたっていうんです、ね、言い訳すると。でところが、二世はトルコと同盟を結びましたね。それに、世界共和制ですか。幸福と統一が実現したら、進歩と反抗の原理はどうなるのか。それはお尋ねしないことにしましょう。えー、しかし、その瞬間に反抗は犯罪になりましょう。あなたもご存知でしょう。そして、青年諸君もです。私が意味しな無限と考えられる人生、人類の進歩です。 しかし全ての運動は演習的ですとハンス・カストルプは言った。空間的にも時間的にもです。これは質量不変の法則と周期率等が教えてます。いとこと僕はさっきもそのことを話していたんです。方向の持続のない演習的運動において進歩があり得るでしょうか。僕は晩に寝て王道体を眺めて、つまり僕たちに見える半分だけですが、そして古代の賢い民族を忍んでいますと、えー ほら、これはフリードリヒニッセイが取ること同盟をするなんですね。ちょっとこの辺の話は詳しくないんで、飛ばしますけどもで。あなたは瞑想したり無造したりせずにエンジニアと世ンぶりには遮った。行動せずにいられないあなたの年齢と種族の本能に決然と従うべきです。あなたはあなたの自然科学的教養からも進歩の理念を生きなくてはならないのです。あなたは生命が限りなく多くの年月を費やして敵中類から人類に進歩したのをご覧でしょう。そして、人間には、 完成の可能性がまだ無限に残されていることも疑いになれないでしょう。あなたが数学にご就心でしたら、あなたの演習というのは完全から完全への演習運動と考えて18世紀の教え、つまり人間はもともと善良で幸福で完全であったのに、社会的結果のために歪められて損なわれたのみであって、社会機構を批判し改善することによって再び善良に幸福に完全にならなくてはならないですし、なれるという教えをに喜びを持たれるべきです。ハース・カストルプは、 全ては、運襲、演習は運動だと進歩、進歩を否定するっていうか、<laughs> あの、質量保存の法則とか、周期率とかあるように、えー、経済学でもありますね、コンドラチェフサイクルとか、クズネッツサイクルとかね。か人間はいつもサイクルをぐるぐるしてるだけだっていう考え方があるんだけども、まあ、世田ぶりには、ハースカストロップはそこで言ったら、まあ、まあ、ダービニズムっていうかね、その人間が、猿から人間に進化してきた、アメーバから、 人間に親類化してきたように、あなたは若いんだから進歩してくると。人間の社会的欠陥というのはあの改良されて、どんどん良くなってんだっていうことをよく考えろって説教したんですね。で、そこにナフタが口を挟むと、セテンブリーにしは付け足すのを怠ってますねとナフタが言葉を挟んだ。ルソーのカーが教会の教義をかの改悪であるということ。 人間の本来の無国家状態と無罪状態。神に直接向かい合い、神の子であった状態を解き、人間がこの状態へ再び戻らなくてはならないと説いている、教会の教義の奇弁的解約であることをです。ここはルソーが出てくるんですけど、まあ、社会契約論を書いた人ですね。まあ、ルソーは自然に帰れっていう、いう有名な言葉、そんなこと言ったのか、わかんないけど。まあ、ルソーっていうのは理性を冷やしてる。まあ、ボルテールとか、ボルテールとルソー、長悪いですけども、 ま、理性、理性よりも、まあ、なんで、その、人間が理想であること、人間を損なうんだと。まあ、生まれて、知恵の実を食べないアダムとイブの状態に戻ることはいいんだっていう、ルソーも、その自然、ルソーの自然に帰れっていうのは、現在、知恵の実を食べる以前のアダムとイブに戻れっていう、教会の、協議の基弁的解約だってことを言い出したんですよ、これね。 えーということです。でしかし、地上の国家のあらゆる形態が分解した時の神の国の再建は天、地上と天井、感覚界と超感覚界とが接触し合うところで行われ、救済は超経験的です。そして、ドクトルさん、あなたの資本主義的世界共和制については、あなたがそちらのことを本に、そちらのことに本能を口にされるのは実に不思議に感じられます。本能は国民的なものの,がのみにあって、 神自らが人間に自然的本能を付与し、その本能によって各民族がいくつかの国家に分裂したのです。戦争は、戦争は生前ぶりには叫んだ。戦争もあなた、これまでに進歩の手助けをする結果になったのです。これはあなたもあなたの愛好する時代の出来事の一つ、つまり十字軍のことを考えられたら私に反対なさらないでしょう。あの文明戦争は諸国民の関係を経済的攻撃、そして商業的、 商業政策的攻撃の面で著しく促進させ、ヨーロッパを人類の一つの理念の旗印のもとに結合させました。あなたは理念に対して極めて寛容でいらっしゃる。でそれですから私も一層、陰銀にあなたのお考えを訂正させていただきますが、十字軍とその結果として生まれた交通の活発化は、諸国民を接近させるどころか、諸国民の互いの違いを自覚させ、 国民的国家観念の形成を著しく促進させたのです。えー、資源ですね。聖職者階級に対する諸国民の関係だけを問題にする場合はさよう。その当時から僧侶の戦争に対して国家的、国民的自覚の高まりはじが高まり始めたのでした。そしてあなたが聖職者階級の戦争と呼ばれているものは、精神の旗印による人類の結合の理念にほかならないのです。私たちはその精神がどういう精神であるか知ってます。そしてそれを拒否します。 あなたは国民的共振が教会にの世界国服による同胞主義を嫌悪するのは不思議でありません。不思議ではありません。しかしあなたがその嫌悪戦争嫌悪とどのように調和させるおつもりであるか、それを教えていただけたらと思います。あなたの復古的な国家来参からして、あなたは法律の実証的解釈の擁護者とならざるを得ないでしょうかその擁護者として。えー、これ、議論が、なんか <laughs>、 こ入見てきたんですけども、えー、ナフタはイエズス会の、あの、会員ですから、イエズス会の、何て言った <laughs> まあ、司祭、司祭の資格を持ってる人間なんですね。司祭にはなれなかったんだけど、まあ、病気のせいですね。で、十字軍だったと。宗教戦争やったわけですね。なんか、エルサレムが異教徒に占領されるのは嫌だ、みたいな。で、十字軍が、 まあ、キリスト教だって戦争をやって、キリスト教徒だって戦争やって、そのおかげで、その貿易が盛んになったと、諸国民の文化的交流が起こったから、戦争っていうのは先、進歩の手助けになるってことは知ってんだろうっていう話をしてんですね。えー、で、 まあ、とにかく、世天ぶりには考えていることってね、その、国民国家が重要だと、国民国家はさらにその世界共和国になっていくっていう発展の、あの、順番があるんだという考え方ですね。デモクラシーと共和制によって、まあ、各民族が帝国から独立してですよ。例えば、オーストリアの影響下にあるセルビアが独立して、自分たちでデモクラシーやって、 やがてそれが世界共和国に統合されていくっていうのが、そういう進歩を無批判、無悲願、自由と平等、人間の権利とかが、あの、デモクラスで実現されながら国家が世界共和国に変わっていくっていうのが、セテンブリーの考えてることなんですよ。で、ナフタの考えてることってのは、宗教が <laughs>、あの <laughs>、宗教が全てですよ。宗教による全体主義ですよ。カトリックによる、宗教による、 全体主義で。それは国家より上にあるっていう考え方ですね。で、えー、結局そのセテンブリってナショナリズム、国民的共振というのを擁護してると。教会よりそっちの方がいいって言ってて、あなたの復興的な国家ら来算というのは、えー、どうなんだって言ったんですね。えー、で、その法律数の実証的解釈。 といいう話を出していくんです、ね、で、これは続きです。今度は法律ですか国際法にあなた自然法と普遍的理性という考えが生き続けています。いやあなたは国際法というのは自然とも理性とも何の関係もない、刑事に基づく真剣の理想的解約にすぎません。名称をとやかく言い争うのはやめましょう教授、私が自然法を国際法として尊重するものはあなたはご自身に真剣とお呼びなさい。 え重要なのは民族,の民族国家の実証的法律の目に上位の普遍的な法が存在していて、えー、国際間の利害関係が国際仲裁裁判によって解決されうることです仲裁裁判によって恐れ入ったお言葉です地上の問題を裁く市民的仲介裁判所によって真意を忖度し歴史を左右するとは結構です後の足についてはそれぐらいにしましょうそして足の翼はどうなんです えちょっとここでまた話がずれるんですけども <laughs>、ルソーにね、一般意志ポロンテジェネラルって考え方ありますね。一般意志っていうのはね、なんで生まれたかって私なんか社会契約論解説してますけど、20、20 30回。一般意志って神の意志に対,対してルソーが考え出した概念ですよね。で、あの、そこにいる人たちがたまたまにそこにいたってことで社会契約して国家を作るんだっていうのはルソーの考え方なんですよ。ですよ で、ナフトが言ってるのは、その国際法っていうのもル,ルソーの、ルソー的解約だと。まあ、たまたまそこにいるっていうことを、神の導きによっているって言えば、真剣ってことですよね。あの、まあ、それはなんだ。国際法っていうのは、神を前提としてできるのが、 それたまたま人間、人間だけの力によるのがあってね、この進学上の論争があるわけですよ。法律の実証的解釈でポジティビズム、ポジティブラーっていうのと、ナチュラルラーっていうのなんですよ。で、国際法はね、自然法だって言うんですけども、あの、世ンぶりにはね。えー、だけどか、神の方ですよね。自然法である前に神の方だと。国際法ってのは。教会の神を前提としなきゃね、 何かその裁判を行って何か決めるってことはできないはずだってことを、まあ、言ってんでしょうね、これね。ちょっと私も <laughs>、この短い会話でね、雑な会話の話を増やして説明するのは難しいんですけども、まあ、実証、法実証主義とね、自然法っていう対立があるんですよ。そのことを持ち出してるんですね。 えー、で、自然法とか実証主義じゃなくて、か、神の方だ、法律ってのは全部神の法なんだっていうのは、あの、ナフタの考え方ですよ。だってナフタ、教会が世界を支配すればいいって考えてるから、教会は、のね、拝んでる神が、すべて全知全能の神が、まあ、真剣と、真剣真剣政治って、塩暮らしって言いますけども、まあ、潮暮らしによる全体主義をナフタと唱えてますよね。 で、セテンブレイニデモクラシーですよね。デモクラシーの対立があるんだけど、シクラシーなんですよ。あの、民主主義の反対っていうのは、あの、あれですよ。えー、真剣政治で、まあ、共和、共和制の反対が、その、あれですね。えー、封建制っていうか、王権による王権制ですよね。ってことになってるんですね。えー、というわけです。で、 えー、市民的文明は、いや、市民的文明は己の欲するところを知りませんよ。彼らは出産率減退防止を叫び、市場の養育費と職業準備教育費の軽減を上きます。しかし、人口過剰のために実測しそうであり、あらゆる職業は人員過剰であって、戦争競争の恐ろしさは過去のどんな戦争の恐ろしさもしのぐほどです。空き地と田園都市、種族の対位向上と叫ばれます。しかし、文明と進歩とが戦争の起こらないことを欲するとしたら何のための対位向上でしょうか 戦争はすべてを防止し、すべてを促進させる、えー、手段です。タイの向上を刺激し、出産率の減退を防止さえします。あなたはふざけていらっしゃる。もう真面目な話ではありません。私たちの話は崩れ始めました。いい時にです。私たちは帰ってきました。と、青天ぶりに入って、えー、いとこに立ち止まった4人の目の前にある鍵根の、鍵モ門の後ろの小さな洋きで示したということです。まあ、ここで討論終わりですね。最後の市民的文明。 まあ、わしの戦争って何なんだって言うんですね。えー、で、ナフタに言わせれば、戦争っていうのは、すべてを防止し、促進させる手段だと。まあ、人口過剰を戦争が調整するし、出産率減退も、まあ、戦争が起こればね、出生率が増えると。まあ、人口は減るかもしれないけども。えー、人口は増えると。だから、 戦争まあ戦争を肯定してるわけですよ。世伝ぶりにはね、民族自決のためのね、民族自立のための戦争はね、世界共和国のための必要は悪だって言ってるんですね。まあ戦争は良くないとは思ってるんだけども、ただその必要悪として世界共和国になるために、戦争は手段として用いられることもあるだろうって言ってるんですよ。まあ、ナフタに関して言えば、まあ戦争っていうのは、まあ人間を管理するためだったら戦争もやむを得ないっていうか。 そう人権とか自由とか認めない人ですから、ナフタって。ええー、だから、その、市民的文明っていうのは戦争必要としてるって考え方ですよね。な、なんかすごい現実主義っていうか、リアリズムって、危ない、危ない思想っていうか、まあ、一般的に口にすれば、前をひつめられるほど、ガンがいいわけです。まあ、世天ぶりに言ってるね、偽善をあわいで言ってるんですね、このナフタってのね。 えーということです。で、まあ一応ここまで説明しました。今日はここまでです。まあ、<laughs> ちょっと話が込み入ってしまったんですけども、えー、一応ちょっと難しい点なんで説明させていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。